商品を持ちました。あのさ、遅くない？もう20分以上過ぎてるんだけど。ああ、すいません。君さ、この前も遅れてきたよね。ほんと気をつけてよね。はい、これ1000円。あ、ちょっと今細かいのなくて。これマジかよ。釣り線も用意してこないなんてさ、ありえないよ。あ、すいません。ちょっと最近たるんでるんじゃない？こんな基本的なこともできないの？君さ、仲介の出前でしょ？あ、いや、違いますけど。いや、違うことないでしょ。あ、いや、仲介でもないですし、出前でもないですけど。何言ってんの？君は駅前の珍来軒の出前でしょ。あ、いや、違いますけど。何を急にとぼけてんだよ。いいか？さっきかけた出前の電話番号、これね。090-4129-3339。あ、はい。で、これ、珍来軒のチラシ。090-4129-3337。まあ、次一桁違うから間違ってたんですね。じゃあ本当に仲介じゃないの？はい、山下です。誰だー！ちょっと待って、山下です。じゃあ誰だ、それ誰なんだよ。え、ちょっと待って、俺さ、今までかれこれ2年以上ずっとこの番号で君の仲介頼んでるよね。ああ、もう2年以上経ちますか。ある日知らない番号から電話がかかってきて、チャーハン大盛りって言われて、あれからほぼ毎日電話来るようになりましたもんね。じゃあ本当に仲介じゃないんだね。はい、山下です。じゃあ違うって言えよ。なんで自分は仲介じゃないですって言わなかったの？いや、だって今まで聞かれなかったんで。聞かれなくたって言うだろう、普通。え、なに、じゃあさ、俺今までかれこれ2年以上ずっと知らないおじさんが作った中華をうめえうめえ言いながら食ってたってこと？まあ、美味しい中華って大体知らないおじさんが作ってますからね。そうだけど、そういうことじゃねえんだよ。普通頼まれたからって持ってくるか。だってあなたさ、普通に仕事してる人なんじゃないの？はい、今日も残業抜けてきました。なんでだよ！普通断るだろ！いや、断ったらお腹空きません？ありがとう。気持ち悪い！うわぁ！とんでもない奴が来てしまった！はぁ、やばい！ちょっと小銭作ってきますね。あ、いや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 、もういいから。あ、大丈夫です。釣りはいらない。もうそういう段階じゃないから。あ、うんうん、じゃあ、麻婆定食です。え、ちょっと待って、俺頼んだのチャーハンだけど。ああ、間違えました。ふざけんなよ。俺辛いの一切食べられないんだからさ、いい加減にしてくれよ。もう今すぐ作り直してこいって言う資格は俺にはないか。君さ、これ一体何のためにやってるの？いや、だって今まで普通に作ってきて急に違うっていうのもなんか変じゃないですか。今まで普通に作ってきたのが変なの？君にもこれは責任がある。俺の間違えたのは熱い熱い気や。なんでなんで今まで中華屋でもないのに、もう中華を届けてくれた君が急に熱々の麻婆熱い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 。どうもありがとうございました。